で、そうだな。だから、すべて我々一切修行も質もみんな仏性だ。結局、吉祥起承運転の場以外に何にもない。それが修行のないで、すなわち仏性の質なり、ね、我々の内も外も全部が仏性の質です。感電する皮肉骨髄のみにあらず、何時我が皮肉骨髄を売るなるがゆえに、この達磨大師はね、その4人のお弟子さんがいた。そしてその4人のお弟子さんにいちいち、何時は我が皮を得た、何時は我が肉を得た、何時は我が骨を得た、何時は我が髄を得たりと、こういちいちこう言ったっていうね。しかしながら今の話はね、何かそういう受け伝えるものがあるっていうんじゃないんだ。質打ちって何から何までなんでしょ。何から何までなんだから、もう受け伝えることはない。何から何まで、でもこれなんかこう受け伝える、これを何時に授けるって、そんなんじゃないんだ。何から何までだね。それで仏性質の丹田だ。こうなったらね、それで何時は我が皮肉骨髄を得たい、その場合はね、一切修行みんな何時だ、私だけは何時入ってませんって、そんなんじゃないんだ。だって私だって一切修行の一つなら、何あの達磨さんからいや何時だ。で結局あれですね、この前の陰謀の巻で言ったんで言うと、陰謀の字を縁と発せばすべからく、これ陰謀になるべし、すでにこれ陰謀になるね。この今こうっていう、何時我が皮肉骨髄を得たりってことは、すでにこれ陰謀人だってことだ。もう今生命の実物人はみんな誰でも彼でも生きてるんだから、今生命の実物人をみんな生きてるんだから、だから生命の実物に目を開き、目を開き、この吉祥起承運転していこう、いくっていうね、それが質仏性ってこと。で知るべし、今仏性に質せられるうは有無の無にあらず、質は仏語なり仏舌なり仏祖眼勢なり脳祖鼻腔なり、いや道元禅師が知るべしって言われるところはいつでも大切なところだっていつも言うね。ここも大切なんですね。ここもだから仏性に質せられるうは、その仏性に質せられるっていうのは一体何なのか、自分に当てはめて、どこまでも自分に当てはめてみなくちゃダメだ。結局ね、まあ今も繰り返し言ってるように、仏性ってのは刻々に今ここ自分が吉祥起承運転して生きていくっていうことなんでしょ。で結局質を自己の吉祥起承運転としていく、この場だって言ったけど、私の人生はね、私の人生はその私が吉祥起承運転していく場だって言ったけど、結局はね、今度は仏性に質させられるうわっていうことは、この質を自己の吉祥起承運転としていく、そういう私の人生はってことだ。だから決して質って言ってね、向こう側に考えちゃダメだ。
いいですか、質っていうことを向こう側に考えるからダメなんです。そうじゃない、私自身に当てはめてみたら私の人生そのものだ、私が生きてる人生そのものだ、だからその人生はっていうと私が刻々に狂気症運転していくんだ。で、質に仏性に質せらるわっていうことは狂気症運転していく私の人生は、有無の無にあらず、そりゃそうだね、あるないっていう、そういうあるないのあるじゃないね。それで質は仏語なり、でも天から、さっきも言ったけどこの天から常識の話じゃない、座の人界の話なんだからね、座の人界としての私の人生の話なんだ。でだから仏語なり仏舌なり仏祖眼勢なり脳祖鼻腔なり、これは質っていうことの上、仏さんの言葉だ、仏さんの舌だ、仏さんの眼だ、でまた真実修行者の鼻の穴だ、要するに信心だ、真実修行者の信心だってことだね。脳装備くない、結局ね、どっちどう転んでも私はその仏性の中に生きてるんだ、だから刻々に仏性を卑怯運転していくっていう、それが質仏性ってことね。いや私が そういうんで、まあ、ここでもあれしたことあるかもしれないけど、人生運転の歌っていうね、の作ったことあるね。マイカーで何千キロを走ろうと、刻々映る風景も出会うところもそれぐるみ、皆事故のもの、運転は手元足元、のびのびと生き生き冷めて安らかに楽しく走ろう、天地いっぱいの事故っていうね、これ歌作ったことある。結局ね、自動車運転っていうのね、自動車運転っていうのはよく考えておかしいね、面白いと思うね、私はもちろんできやしないけど、こうやってると私のこの窓に映ってくるね風景も、それから刻々にそのいや人が通った、車が行ったっていうね、そういうことを出会う、いろんな、しかしながらそれぐるみ私の人生だ、それからその運転は手元足元、結局こうやってやってるかと思ったらこんなところに変な機械があるこんなところこうやりながら、あれどういう神経でもってあれ運転してんだろうなと思ってまあ奇跡的に私には思えるけどそれで思ったようにこれあれするとカッチャカッチャって言ってずっとこっちの方へ回ってくるなんかどっかにこういろんなところにいろんなこう仕組みがあるらしくって、そして手元足元で自由に行くじゃない、結局ね我々の運転っていうものはそういうもんだ、今人生の運転、我々の人生いろんな風景が出てくるしいろんなことに出会う、しかしながらそれくるみ私の人生ね、その人生に対していかに対処していくか、刻々そのあれですね、それぐるみ私の手元足元で行動していくんだから、だから結局刻
刻映る風景も出会うところもはっきりいつでも生き生きと覚めて、考え事運転だとか酔っ払い運転だとかっていうのが危ないんだ。緊張運転ね、居眠り運転、そんなのは危ないんだ。このだから自動車に乗る人は夫婦喧嘩っていうのはよくないらしいね。朝夫婦喧嘩して来たうんちゃんなんかに乗るってことは危険だ。ムシムシしてる、頭がこうカッカしてるね。それ大切なのはだから自動車の運転手さんに聞いてみると、奥さんはいかにそういう出ていく前にカッカのぼせないようにするか、煩悩諸欠の火を滅するあれしてるらしいね。でそれが大切だから、今全くその一旦座の人海人になった、座禅から見ちゃった世界になった、何もかもどっちどう転んでも卑怯気象運転の場だ、私が本当に行き着くところに行き着いた生き方をしていこうっていう、そういう狙いでいくんですね。それでジャムのところがそううまくいかないんですよ、そういうふうになると言うかダメな話が失敗したら失敗したところで卑怯気象運転、それから迷ったら迷ったところがまた卑怯気象運転の場だもん、それから不十分だったら不十分だったところが卑怯気象運転の場だ、どっちどう転んでも卑怯気象運転の場なんだ。そうしてみるとほらそこが仏法のありがたいところね、それじゃダメって言わないんだから、どっちどう転んでも迷っても、それから不合格しても失敗しても、その底で卑怯気象運転っていう、そういうことなんだから全く不合格はないの。私こういう詩も前に作ったことは、私っていうのね、過去の失敗は失敗や罪業を数えると、私は満身創痍で、満身創痍って体中傷だらけね、疲れ果てた足を引きずりながらとぼとぼと馬小屋に向かう老いたるドバである。ドバってのはドバだ一旦未来の西岸に向かうとき、たちまち私は全く無傷のみずみずしい姿となって、さっそうと足音響かせて、足音って言われてパカパカっていうひずめ音だね、響かせて門出していく看板である。この過去から未来へ変身する現在の一点において今私は生きているっていうね、これは昭和14年の年賀状の詩なんだ。昭和54年だね昭和14年って言ったら随分昔54年結局ね、過去の失敗って言ったらもう何て言ったって、今失敗したって言ったってもうその瞬間にもう過ぎ去ってんだから心配することはいらないのね。あ、失敗したっていう時はもう過去だ。そしたらまた見直しゃいいんだ。そしてしかしそれと同時に過去は何にもなくなっちゃうんじゃない、過去の経験はちゃんと生かさなくちゃ、過去の経験を生かしてこれはこうすべきでないっていうね、今の行動が決まってくるんだし、ところがみんなそうじゃない、過去に引きずり回されてんだね、こう過去からがんじがらみ、お私はダメですって、子供の時に、なんとか私なんかでも、まあ子供の時には耳の後ろを大手術して切ったのが、まあ一生こう響いてるらしい
だから神経がどこかおかしいわ。でまああの そのために私はダメなんだって言うと、まあ過去に引きずられちゃうわ。でまた未来はって言うと、未来はこうしたいって言う、また当てにこれ引きずられちゃう。いよいよ今度の一番に、ね、勝てば俺は優勝って言うところのあれだね、お相撲さんプレッシャーがかかるって、ね、書いてあるけど、そうやっぱり当てが目の前にぶら下がるってことは、大変なことらしいね。しかしながらね、そこは難しいところだ。土俵に登ってそのあれですね、どういう心の置き場所だ。土俵に登った限りは勝つのが、少なくとも勝とうと思えばこそ土俵に登ってんでしょ。負けようと思って登ってるやつや。そうすると勝とうと思う。ところがその勝とうってことを意識しすぎたらプレッシャーがかかるって言うんだからね。ここは変じゃない、妙なとこだと思うね。これも私まあ失敗に失敗を重ねてきて、それでまあ70になって初めてその辺の心の置き場所っていうのは初めて分かったね。結局その当てとして置いちゃいけない、そうじゃない、方向だ。そして大切なのは今ここだけの実物だ。今ここの実物、その今ここの実物は過去の経験もある、未来への方向もある。しかし過去のあれに引きずられちゃダメ、未来へ引っ張られちゃダメ。全く現在は全くまっさらな現在になる。しかしそのまっさらな中に過去の経験も生かし、未来への方向も生かし、そういうその相撲を取らなくちゃダメね。まあその辺が狙いだと思うよ。ところが刻々に失敗するんだ。失敗しなくて、そしたら失敗したところでまたそのあれですね、刻々卑怯気象運転だ、またやり直し。だから私の場合なんかで、ね、失敗を言ったらもうこれは数限りない失敗やってきてる。だから、過去の失敗や罪業を数えるとき、私は満身創痍でって、本当に私なんか生きちゃいられないほど傷だらけの男だ。大体が人だったり、ね、サイ君だって2人まで殺してんだからね。いまだにそのサイ君を殺したことを思い出しゃ胸がキュッて痛くなって、そのくらいの気持ち、思いが死ぬまであるんだ。しかしながらこれ、まあそれだけを思ってりゃどうっても生きられやしない。しかしながら一旦未来への請願に向かうとき、私はもうみずみずしいそのあれだ姿でさっそうと出てくるね。これ元気いいでしょうか。これいや、ここで喋ってる姿、この間もなんか人が来て、なんかカメラマンが来て、ここであたが喋ってるところは数倍大きく見えますねって。そりゃそうだ、今さっそうと喋ってる、そうだ。その私のなんていうか、私の一生懸命ね生きてきたあれを全部吐き出すっていう気持ちでやってるんだからね、これは生きはいいですよ。でこれはまあさっそうと足音を響かせて門出していく看板だよ。でまあそういうのは請願に向かった時だ。でその過去と未来とその中間のところね、刻々にまあそれを生きてる卑怯気象運転。いやどうぞ皆さんもね、私はダメだって言わないで、そういうところを刻々に狙うっていう気持ちになってください。人生は深さなんだ、合格不合格じゃないんだ、これだけが大切だ。
人生はどこまでも死ぬまで深さだ。それを中途半端で惰性で生きるともうダメだね。惰性で生きたらもうおじいちゃん今日も一日粗大のそれすぐなっちゃうわ。その今日も一日粗大ゴミみたいな顔して生きてちゃしょうがない。でそういう点今、有無の有じゃない、この仏性っていうのはね、質仏性って言っても有無の有じゃない、普通の常識的な言葉のあるなしの話じゃない。で、質の言さらに衆にあらず本具にあらず妙具等にあらず言わんや縁具猛具ならんや心境焦燥等に変われず、結局ね今言う質物性の質物っていうのね、これはね衆本具っていう妙具ってそんなもんじゃないっていうね。衆っていうのは元から、元はないもんだった、それ今初めてあるっていう、そういうようなものね。だから本能っていうのは元からある存在だ。妙具っていうのはまあ不可思議に微妙な存在というようなことだけどね、そんなもんじゃないんだ。そりゃそうでしょ、今言う卑怯気象運転だ、今刻々に走ってんだからね。それでそんな走る道筋はこういうもんであるって言って決まっていないんだから、そういうあり方のもんじゃないんだ、そこにあるっていうようなもんだ、知るもんじゃないんだ。いわんや縁無猛無ならんや、この縁無っていうのは因縁によってある存在ね、だから猛無っていうのは無明によってある存在だ、こんなもんではもちろんない。心境焦燥等に変われず、心と京都っていうのはね、ここでは心っていうのは主観だ、だから京は客観だ、だから焦っていうのは本体、相っていうのは現象ですね、要するに主観や客観、対境ですね、あるいは本体や現象やっていう、そういうね二つに分かれる以前こそが今の仏性なんだから。今仏性っていうのは生き生き生きてるってことなんだからね、生き生き生きてるっていう代物はね、そのそういうそこにあるっていうような代物じゃない、全く二つに分かれる以前あらゆるあり方する、これからしていくんだ。しかしながらそれ以前だ、結局今の行動としていく、行動として現れていくあり方だね。心境焦燥等に変わらず、しかあればすなわち修行質の衣装、しかしながら合造上力にあらず、猛縁起にあらず、法人にあらず、人数主将にあらず、卑怯運転の行の場としてのその紳士、この衣装っていうのは紳士、それから将っていうのはね心身、私自身の心身だ、それから絵っていうのは環境世界のことです。で要するに私のその卑怯気象運転していく私自身の都心ね、あるいは私の環境世界だ、私の人生、それはしかしながら合造上力にある、この合の助けで出たもできたもんじゃないというね。いや私の人生はその過去の業によって、そしてこんな貧乏人に生まれさせられてこんなって言ってるよ、それは過去のことばっかり考えて、今その卑怯気象運転のっていうやってるっていうね、生き生きした場じゃね、そんなね過去の続きの話じゃないんだから、今言うように、だから合同上に
一切分離以前、その生命の実物として今こう生き生きと、それがね、だから合蔵料理みたいな、猛縁起にあらず、猛年の縁起でできたもんでもない、だから法人にあらず、天然自然、自然のまなまっていうんでもない、人数首相にあらず、不思議な人数力でもないと、ね、あらゆるあり方じゃないんだ、もう刻々生き生き私が運転していくっていう その人生はもうあらゆるそういうあの決まったもんじゃない、あらゆるものが分かれる以前、それ合蔵上および縁起法に等ならんには、諸生の衝動および諸物の菩提仏祖の願勢も合蔵上力および縁起法になるべし。いや、そういうんだったら、もし合の続きでできてるとか、その縁起だ法にだって言うんだったら、あの仏さん、お釈迦さんのね、その悟りもお釈迦さんの願勢もだ、合による作り物になっちゃう、合蔵上力ね、および縁起法になるでしょ。いや、お釈迦さんはインド人として生まれたからだ、カビラ城に生まれたからだと、それでお釈迦さんができたわけじゃないんだ。お釈迦さんはインド人じゃなくても、あのカビラ城に生まれなくても、刻々にお釈迦さんのままに本当の生命、まっさらな生命の実物を生きたところにお釈迦さんが出現してんだ。だからしかあらざるない。とにかくあの我々だそうですよ、一旦座の人海、仏法の人海っていうの、そこから言ったらもうまっさらな自分の人生だ。何、俺はダメなんだって、そんな風に決まった人生じゃないんだ。だから人海は全て客人なし、時期へさらに第二人あらず、すべてね、この二つに分かれる以前だから、ちりやゴミじゃないんだ、粗大ゴミじゃないんだ。いや、わしもの、その定年退職してからもう十何年経ったんで、もうダメじゃ、粗大ゴミ以外にないじゃん、そんなに決めなくていいんだ、決めるからダメ。それよりもまっさらな俺の人生はっていうの、今でもここで生きてんだってね、どんなおじいちゃんになろうと、あのそこでもって出発点でやらなきゃ。で、まっさらな今だけだ。ほら、みんなそうじゃない、なんとか修行してああいう境界になりたいってさ、それだからもう話向こうに持ってっちゃう、ああいう境界になりたいって言ったら向こうへ持っていっちゃうんだね。今ここがそう、生き生きした生きる生命運転の場だ。で、だから直に根源を切る人、未だ知らぬ坊々たるご式愚痴か急戦なるがゆえに、これはあの水野八百子さんの中が非常に良かったね。その通例には、普通には直接に迷いの根源を断ち切ることを知らないで、人々はぼうぼうたる五色の休む時がない、そういうふうに直に根源を切る人今知らずってことは、そういうふうに読むんだね、普通はと読むわけだが、ここでは棒読みにして、一切の迷いの根源を断ち切っているのを本人は知らないが、信心の休みなき活動がそのまま仏性の源泉である、そういうあの水野さんの集が書いてあった。これはとても私気に入ったね。要するに直斎根源人未識坊々五式記事級、この漢文っていうのはその他面白いんで、こう棒読みにするとまた意味は話が変わってくる。で、本当にね、普通はその
通の人は迷いの根源を断ち切ることは知らない。だからもういつでもぼうぼうたるご敷居で休む時がないと、そうなんだねそのつもりでいるんだ。ところがそうじゃない。一旦座の人海人としてあるならば、ある時だ、一切の根源をそのみんな断ち切ってんだ。それでそのところがその本人だけは知らない。しかしながらいくら本人が知らなくても、その今新人でいろいろ活動してる、そのまんまが仏性なんだ。今我々だからいつでも吉祥気象運転やってるんだっていうことね。そのつもりでや、私はもう吉祥気象運転やってる。しかし今失敗した、また失敗、また失敗のところでまた吉祥気象運転やってんだって、そういうふうなつもりでやれば誰だって本当に吉祥気象運転やってんだから。今仏法の中に入っちゃった。だから仏法として生きるんだって、そこでもう決まらなきゃ。世間相場で自分を見てるから話が違う。仏法として見れば私はもう仏法の座の人海人だ。そしてだからもういつでも吉祥気象運転やってるんだ。だからね、直言さらに第二人あらず、もう本当に払うべき塵がないんだ。から妄言義のうにあらず変界不造像のゆえに、これまあここからまだ以下も続いてですね、上に引き続いて質物証っていうのはね、この決してね、もう今この吉祥運転の場としてあるね、吉祥運転していくっていうね、そういう場なんであって、決してそこにあるっていうのはあり方のもんじゃない、有無の有にあらずっていうこと。それの続きをここからまだ続くわけですね。だから決してね、その吉祥気象運転っていうのはもうどこまでも行の話で、ああそういう境界かってね、そういう話じゃないんだってこと。そういう境界、境地境界、ああそういう深い境界の話ですかって、そんなこと言ってるから話はもう全くすっ飛んじゃう。そうじゃない、どこまでも刻々に人生を深めていくっていうね、いくっていう あり方なんだね。だから妄言義のうにあらず、妄想でできたもんじゃない。変界不造像のゆえに、はい、要するに変界不造像って全くね、隠れようがない。この実物ってやつはね、行じただけ、行ずるってことだけが実物なんですね。生命の実物っていうのは、今行ずるだけが実物だ。今やっただけがやったんだ。だからね、その隠れようがない。だからそういう時の、そういう実物のところでは、妄想妄念の入りようがないでしょ。大体実物だけなんだ。それがその妄縁起の無にあらず変界不造像のゆえに。変界不造像というは必ずしも満開ゼウというにあらざるなり、変界ガウは下道の邪見なり。変界不造像っていうと、ともするとね、平面的にそこに置かれた大きな世界かと、そのくらい思う。そういう広さの、空間的広さの話じゃないんだ。刻々に今ここで吉祥運転していく場なんだ。そういう空間的広がりの世界じゃない。
で本ぬのうにあらず豪子豪婚の家に四季のうにあらず不樹一人の家に、これはね本ぬ本学四雨四角っていうね、そういうのと対照して言ってることですね。でいずれにしてもだ、本ぬって言っても四季のうって言っても、そういうあり方、一つの存在だ。ところが今に刻々に生きてるっていう話はそういうそこにあるっていうようなもうあり方じゃないんだから、だから本能の世にあらず、それっていうのはなぜかっていうと豪子豪婚のゆえに、今ね時間以前のニョニョなんだ。今やってるってことは、今刻々にやってるっていうのはね時間以前。普通はみんなあれですね、過去から、現在未来へってこう流れていくね、時間の中に自分があると思ってんだね。そこが違う。そうじゃない、もう過去はないんだから、どうせそれから未来はって言ったらまだ来ないんだからないんだ。そしてじゃあ現在だけはあるのかっていうと、現在も一瞬 先は過去でしょ、一瞬また後は未来でしょ、それでないんだそのだからその一瞬で現在ってやつは一つも幅がないんだから、無の一点だ。だからね全くその現在ってのは無の一点ですよ。ところがその無の一点の中にあらゆるその時間を移してる。でその過去を思うっていうのも今が思うんだ。だから未来を思うっていうのも今が思う。で過去も未来も今を映してる、無の一点の中に。それで結局のところがその今が今っていう時はもう全く 無の一点なんだからね。刻々にこう自動車運転、人生運転してるっていう、これは刻々なんだ。その時にはもう時間以前です。時間もその今が時間を生み出していくんだから、これはまあ世心やってるとよくわかるね。その朝から晩までその毎日毎日こう日名護をして太鼓に似たりっていうけどね、それこそ朝から晩までただ座禅しててます。そうするとね時間っていうものはね時間の中に座ってんじゃない、私が時間、この生きてるっていうのが時間として刻々に生み出されていくんだっていうのはよくわかる。豪子豪婚の女女、それで四季の具にあらず不樹一人の家、これまあここから始まったっていうようなあり方じゃないですよね。それはもう今言うあらゆる煩悩妄想地って言ってもね、そんなものは人人三昧、それこそあらゆる何から何まで煩悩それぐるみだ、塵それぐるみ、仏性なんだ。仏性をただ生きてる、仏性をただ生きてるっていうんだから、もう塵ぐるみ仏性だ。だから不樹一人です。で上場のうにあらず合衆の家に、上場っていうのは一つ一つ別々にあるってことね。合衆の家にって今言う名と語と凡主と小と、そういう分かれる以前でしょ、迷い悟りあるいは凡夫だ仏だという、そういう迷い、そういうのが分かれる以前だから、そういうのをひっくるめた、名語文章をひっくるめた、等しくこれ仏性だ。だから合衆の家、無臭のうにあらず、これ何者か陰もらいの家に、四季のうにあらず
栄城市出道の家に。これ無臭っていうのはね、無臭無臭の具じゃない。が子宮っていうのは初めて起こってくる存在っていうので、無臭無臭だ。始めがあり終わりが、始めがなし終わりがなしっていう、これまあ関東のあれにも二律背反というのが出てくる。この世は始めがあるか、始めがあるものであるか、終わりがあるものであるか、あるいは始めがないものであるか、終わりもないものであるかってね、これどっち行ったってね、その論として両方とも成り立つんだね。これはアンチ論。それっていうのはね、そういう実物っていうのは、そういう頭の中に、このうしうしゅうとかむしむしゅうとかっていうのは頭が考えるんだ、大体。ところが本当の実物っていうのは頭以前なんだ。頭を働かしてるのも実物なんだ、生命の実物なんだ。その生命の実物が頭っていうのは、大体頭で考えるってことは頭の分岐物だからね。その分岐物で生命が片付くことはないんだ。それで、だからそういう虫、今生命の話してるんだ。生命の骨格生き生きしてる話。だからそういう虫部だとか牛子部だとかって、そんなことは入りきれない。そんな概念的につかめるもんじゃない。だからこれ何者か陰謀論。でまた子宮の海あらずって、そんなにね、始めがあり終わりがありって言ってるようなもんじゃない。いつもいつもその実物生きてる。平常心、病常心、これどうだ。今その実物みんな生きてる。これだから今までみんな言ってるのは、その刻々にまとめて言えば、今物証の話は狂気症運転の話でしょ。生き生きと今生きるっていう話だ。だからあらゆる意味でその考えられた存在だとか、そこにある存在だとかって、そういうもんじゃないって話をしてるんだね。でまさに知るべし、非通中に衆生改弁南方なり。いや、生きている人間と生きていることとはね、その同じなんだ。衆生と非通とは同一なんだ。だからそれは出会うっていう関係じゃない。つまり行じていることと、どっちどう転んでもっていうこととはね、その出会わない。そのつまり行の末法師だ。行じているそれそのことだけなんだ。だから私が今見てるっていうことをね、その見てるっていう瞳、私が見ることはできないもん。これ見てるのは瞳で見てる。しかしその瞳を、ああ美しい、俺の瞳は美しい瞳って私は見ることはできない。いや、私だけじゃない、あなただってそうだ。私のその瞳が名望だから。の 美しいね、瞳だから見られないんじゃない。あなた その瞳だってす見られるし、これとにかくその見るそのことの話だからね。そうするとそれはどうしても出会えない。刀が刀切ることできない。そういうそれが出宇宙に衆生改弁南方なり。質を絵種すること格のごとくなれば、質それ倒退脱落なり。結局そういう私自身のね、この卑怯気象運転の場っていうね、そういうふうに質を受け取った。質っていうのはね、
あこういうもんかってコロッとしてあるもんじゃない。これもう全くどっちどう転んでも自由自在、刻々私がやることなんだからね。これがもう胴体脱落だ。頭手放しでやってる以外ない、そういうことですね。仏性の言を聞いてっていうとまたちょっとあれだから長くなるから、今日はそこまでです。